ZIP がキンプリファンを煽る。平野潮の一言が波紋を呼ぶ。12月27日の朝、日本テレビ系列で放送された情報番組、ZIP が人気ジャニーズグループ、キングプリンス以下、キンプリのファンたちをざわつかせています。冠コーナー、解決、キンプリンスの振り返りで放送された一場面が意図的な演出としてファンの間で話題になりました。 本記事では、その出来事の背景とファンの反応に焦点を当て、ZIP がどのようにキンプリファンを煽ったのかを探ります。キンプリファンのざわつき、番組では、キンプリが2020年8月から2022年3月まで担当していた、解決、キンプリンス、コーナーを振り返りました。このコーナーは、メンバーが悩みを解決する内容で、収納術やアレンジレシピなどを伝えていました。 最終回では、メンバー5人がキャンプしている様子が放送され、ヒラの仕様が、こんな唐突に終わりが来ると思わなかったねと発言しました。ところが、この一言がテロップで強調され、ZIP、スタッフによる恋の演出ではないかと、キンプリファンの間で騒動となりました。特に、これは、ZIP、スタッフによる恋の煽りですね。ティアラ、 ファンの愛称は何気ない言葉と脱退を結びつけて解釈していてばかり。今回もこのセリフを使えばファンがざわついてくれると思ったのでしょう。実際、その予想は的中しましたねとする芸能ライターのコメントが話題となりました。ファンの反応。ファンたちは、平野仕様の一言に対して様々な反応を示しています。特にテレビ画面に流れるテロップと共に強調されたセリフが ファンたちに強く訴えかけたようです。以下は一部のファンのコメントです。平野くん。それはこっちのセリフだわ。ZIP さん、ナレーションといい絶対泣かせに来てるよね。もちろん蝶から泣いたけど、紫輝くんの言葉、今のティアラには刺さりすぎた。全然関係ない言葉なのに、いちいちぐさぐさ来ちゃうのやめたいな。このセリフいつ聞いても刺さってしまうからもう、こちらのセリフなんです。本当に。 こんな唐突に終わりが来るとは思わなかったって、平野の言葉そっくりそのままお前に返したいって思った。お前のせいでグループ台無しになった。これらのコメントからは、ティアラたちが平野仕様の発言に敏感に反応し、その言葉が彼らにとって特別な意味を持っていることがうえます。一部のファンは、番組スタッフの狙い通り、感情移入してしまったようです。ZIP。スタッフの狙い。 一連の出来事について芸能ライターはこれは ZIP スタッフによる恋の煽りですね。ここ最近ティアラは何気ない言葉と脱退を結びつけて勝手に解釈していてばかり。今回もこのセリフを使えばファンがざわついてくれると思ったのでしょう。実際その予想は的中しましたねと指摘しています。番組制作側がファンの感情に働きかける演出を仕掛けた可能性が高いとされています。 特に、テレビ番組は視聴者とのコミュニケーションが欠かせない要素であり、ファンの反応を引き出すことで視聴率向上や SNS での話題性の拡散が期待できます。ZIP、が放送した解決、キンプリンス、コーナーへの振り返りで、平野紫仕様の一言がキンプリファンの感情を揺さぶりました。番組スタッフの狙い通り、ティアラたちは平野の言葉に敏感に反応し、ざわつきが広がっています。 一連の出来事は、テレビ番組がアイドルグループのファン層にアプローチする手法として注目されるべきでしょう。これからもファンとのコミュニケーションを大切にし、感情移入を促進する演出が行われることが予想されます。する